やり抜く子を育てるための四つの非認知能力を解説します。こんにちは、ライフコーチのミスターオカチです。やり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています。はい、やり抜く子と投げ出す子の決定的な違いは何でしたでしょうか。それは。 ライフスキルですいわゆる非認知能力最後までやり抜く子はライフスキルが高くて途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いだからやり抜く子を育てるためにはライフスキルを高めることが大切です。今日は えー、やりぬく子を育てるための4つのライフスキルいわゆる非認知能力を1つ1つ解説したいいと思います今回の動画を最後まで見ていただけると子供ものどんな能力を高めればいいのか育めばいいのかを理解できるようになりますので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやりぬく子を育てるための親の関わり方にフォーカスして 動画を更新しています興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと sns インスタでも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいはいそれでは行きましょうヤリヌックを育てるための4つのライフスキルということなんですけどまずライフスキルとは何かですよね復習ですね非認知能力ライフスキルとは何かそれは学 学校,のテストや学校のテストでは測れる力、読み、書き、そろばん、英語力、プログラミング、この学校のテストで学校で学ぶこと、習うことっていうのがどちらかというと認知能力であり、学校のテストではあんまり出ないようなこと、友達を作る力とかね、自分を信じる力ってあのテスト出たことないじゃないですか。こういう目には見えないけど、とっても大事な生きる力、生きる力、 す土台の力ですよねその土台の力がいわゆる非認知能力であったりライフスキルって呼ばれたりしますでこの非認知能力がなかったら低かったらどれだけその上に認知能力学力を学力高かったり英語力上げたりプログラミングのスキルを持ってたとしてもそれをね社会で活かせないんですよねだからその学んだこと専門知識を生かすも殺すも非認知能力次第なんですよだから近年の教育では非認知能力を高めようっていうことが、えーと注文えー、言われているわけなんです でその非認知能力っていうのはもういろんな能力があるんですもう言う人言う人全然違うんですけど僕自身僕の教室で、えー、カテゴリーカテゴライズしてる、えー、分け方があるんですけどそれを今日は紹介したいと思いますそれはねあの僕がアメリカで留学してた時に世界最大級のライフスキューの教育機関で働いてたんですファーストティーと呼ばれてるんですけどそこのファーストティーで分けていた4つのカテゴリーを参考にして、えー、ちょっとだけアレンジして えー、自分なりに作りましたのでそれを解説したいと思います。はいということで4つこれですねじゃんまずは自分とつながる力2つ目人とつながる力夢を実現する力問題を解決する力です。はい えー、まず自分とつながる力これはね、えー、分かりますよね自分の感情とか思考そして強みや弱み長所や短所やりたいことやりたくないことをちゃんと理解するということそして自分のことを大事だなと思う力ですはいこれは自分とつながる力なんですけどこれもね3つぐらいお価値分けてましてまずは本音とつながるということですね 周りの期待に応えることも大事。周りが求めていることをちゃんと察知することも大事なんですけど、まずは自分がどうしたいのか、どうありたいのか、どういうふうに生きていきたいのか、何を勉強して、どういう方向に、どういう行動をしたいのかっていうことを。自分が本当に思っていることとつながるということです。はい。この本音とつながることなしに幸せになることは不可能です。なぜなら、まあ、僕の幸せの定義なんですけど、僕の幸せの定義は、ありのままの自分を肯定し、最高の自分を。表 表現することこれがお価値にとっての幸せなんです自分をイエス自分で自分をイエスって言って最高の自分を表現することです、えー、2つあってねありのままの自分を肯定するこれはねでどれだけお金持ちになってどれだけ市番になって優勝してトロフィーをたくさんもらったとしても自分で自分を OK 認めることができなかったらいつまで経っても幸せに満たされないじゃないですか はい、でもう一つは最高の自分を表現する最高の自分を表現するためには夢中状状態態いわゆるるにななことが必要なんですそのためには人からやれって言われたことをやるんじゃなくて自分が心からやりたいこと自分が本当にやりたいこと本音で望んでいることとちゃんとつながった状態で自分で選んで自分で行動することそれが夢中ににななるためには必須なんですだから本当の幸せ本当に幸せになるためには本当の自分 とつがる、本音の自分と繋がるってことがすごい大事なんですね。はい、そういう意味でまずは、えー、本音 とががる力っていうのがまず1つです、ね、今自分とつながる力の一つ目本音とつながるってことで二つ目は自分を信じるですえっとやればできるんだ自分なら何なかできそうっていうふうに自分のことを信じるそう信じているから新しいことでも難しいことでもやってみようってなるんですねどうせ無理ややっても無理や才能ないしセンスないしって思ってたら一歩踏み出さないんですよ挑戦しない挑戦しないから新しい知識や能力が身につかないだから成長しないですね成長しないからやっぱり 無理なんだっていう風にどん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 こうセルフイメージが下がってって自信が下がっていくという悪循環になっていくんですよ。だからまずは自分ならできるっていうのを信じるということ。これすっごい大事ですね。自分とつながる力の3つ目はえ自分を好きになる力です。はい、これ大事ですね。自分のあんななんやろ。 眉毛薄いとこあるなとかねあこんなとこちょっとニキビできてるなこのほくろダサいなとかね自分の悪いところを見て自分のこと嫌いになるんじゃなくて自分のいいところを見つけるちょっと奥舞台いけてるなとかね鼻の形ちょっとお,おしゃれだねとかなんか分からへんけどちょっと自分のいいところを見つけて自分の頑張ってるとこ自分のね結果が出なくても頑張ってるとこ努力してるとこ一生懸命にやってるところ一つ一つでき,できたところに注目していいところに注目してそれをたくさん見つけて自分のことを好きになると なるということなるはい自分のこと好きになってたらもう最高じゃないですかだってずっとね24時間自分という人間とお付き合いしないといけないわけで自分のことが嫌いやったら嫌いな人とずっと言っても苦しいでしょ苦痛以外の何者でもないと思うんですねだからそういう意味で人生を楽しく学校生活を面白く過ごすためには自分のことを好きになるこれ大事ですよねはいまず1つ目自分とつながる力3つありましたね、えー、本音とつながる自分のことを信じるそして自分を好きになる ね、で2つ目はこれですね人とつながる力、はい、人とつながる力、えー、っていうのはまあ周りの人と良いコミュニケーション良い関係性を築く能力ですね。もうこれからの時代もういろんな んずっと同じ人として同じ人と働くというよりもプロジェクト単位で新しい人が集まってそこでいろんなプロフェッショナルとああだこうだ言いながら目標に向かって一緒にやっていくというような仕事が、ね、中心になっていくんですよ。でそのプロジェクトが終わったらまた新しいメンバーと組むとプロジェクト単位でいろんな多種多様な人と関わり合っていく。その中で自分の能力を発揮するためにはちゃんと目標自分のことだけじゃなくてチームの目標を理解して 相手の特徴、相手の特技を理解して相手に伝わるように話すであったり、相手が相手に、えー、言ってることを理解できる、えー、ちゃんと本当に望んだことを理解できるように聞く力であってね、こういうことが大事ですよねっていうことなんです。はい、人と繋がる力の3つあるということで、まあ、今も言ったんですけど、話を聞く力ですね。相手のことをまずしっかりと受け入れるということ。これ大原則なんですけど、人間っていうのは、えっ、ー、とね、自分のことをどれだけ理解してもらえたのか、それと同じ程度だけ。 相手のこととを理解しよようすするんですよ、まあ、いわゆるね、えー、僕のお母さんは僕の話をこのこれぐらいしか聞いてくれへんしこれぐらいしか僕のことを理解してへんと思ってたらお母さんのことも話もこれぐらいしか聞かへんしこれぐらいのことしか理解しようと思わないんですよ。でもね お母さんが僕の話をこれだけたくさん聞いてくれたこれだけたくさんのこと僕のことを分かってくれてると思うとお,、えー、お子さんもお母さんの話をこれだけたくさん聞いてくれるしこれだけたくさん理解しようとしてくれるんですよ。だから <laughs> 分かってほしいならまず自分が分かることが大事だし聞いてほしいならまず聞くことが大事なんですね。はい、だからしっかりと話を聞くこれすごい大事ですねで。2つ目は意見を伝える力です、はい。ただ伝えるんじゃなくて分かりやすくするだけではなくて相手に喜んで行動してもらう。相手にいいね で共感してもらえてそして行動してもらう巻き込んで一緒にプロジェクトをやるそういうようなプレゼンスキルというのがすっごい大事ですねで違いを認める力ですこれからの時代は本当にいろんな人といろんな考えいろんな生き方いろんな価値観の人と働いていくということなんですよその中であいつの価値観はおかしいあいつの価値観は間違っているとそういうような話をしたら一緒に付き合っていけないんですよねどうしても一つのプロジェクトをやっていくという中で価値観が違う人考えと違う人と と一緒に働くことも必要なんですその時に大事なことは価値観には 違いははあるけど間違いはないといいなととうこといろんな生き方いろんな考え方それぞれ人それぞれ違うけれどもそこに間違いはないんだっていう姿勢で相手のここことととを深く理解すすするいいうことこれがすごい大事です自分のことを押し付けたり自分の正義で相手を罰するんではなくて相手の正義はどこにあるんだろう相手はどういう考えどういう価値観を持っているんだろうなんでそういう考えに至ったのかっていうのをちゃんと否定非難する前にしっかりと理解しようとする姿勢を持つことこれがすごい大事です。 はいということで3つ目夢を実現する力これはね簡単ですよね自分がやりたい自分がやると決めたことを実現するための道を描きそしてそこに向かって行動する力ですこれも3つありますはい、えー、まずはミッションを描く力ですね はい、ミッション自分は何のためにそれをやるのかただこの仕事をやってるんじゃなくてこの勉強をやってるんじゃなくて何のためにそれをやるのかこの漢字を覚えてるのは将来、えっと、手紙を書くとき仕事の企画書を書くときに漢字が必要だから今の間にしっかり覚えておこうとかね今英語を勉強しているのは将来海外で留学していろんなことを勉強したいから今英語を勉強しているとかねいわゆる今やってることの目的その目的のもう一歩先そこをちゃんとイメージするそこをイメージしな だから今これやるべきことをやるとやらなければならないことがやりたいことに変わっていくんですよね。そうすることでやり抜くこっていうのはどんだけ辛いこと嫌なことも工夫して楽しくしていくそして楽しいからずっと続いていく,いく,いくんですよね。はい っていうことで、ミッションを描く力と、あと計画を立てる力です。自分はこんなことをやりたい、あんなことをやりたいってゴールを見つけたら、そこと現在地、現在地に、えー、線を作っていくんですね。半年後までにここまでやる。3ヶ月までにここまでやる。じゃあ1ヶ月後はここだから、今日はこれをやるっていうふうに、具体的に今日やるべきタスクまで落とし込むということ。計画を立てる力。そして立てるだけではなくて、 行動する力です。自分がやると決めたことを一歩一歩踏み,み,踏み,踏み出してそして行動していくことで夢に近づいていくと思います。ここれがすすごい大事なことですねそれでは最後問題を解決すする力ですねこれやり抜く子を育てるための4つの非認知能力ライフスキルを解説しています。 問題を解決する力、はい。これはね、やっぱ夢に向かって進んでいくといろんな問題、いろんなトラブルが出ていくんです。このままやったらうまくいくかな、失敗するんじゃないかな、不安や心配が出てくることもあるんでしょう。そして、あの人とどうやったら、あの人とどうやって付き合っていったらいいだろう、あのお客さんにどうやったら理解してもらえたらいいだろうっていうトラブルとか壁っていうのも出てくるんですね。その壁を乗り越えていくことで夢に近づいていって、自分がやりたいことを実現できるようになるんです。だから問題や、問題を解決する力すっごい大事ですね。これ 3つありますまず一つは感情をコントロールするやっぱり不安や恐れや心配が出てくると思うんです過去あんなこと失敗したって過去に向かってん、えー、やろ過去,に向か過去を考えすぎてしまって一歩踏み出せなかったり未来あんなことやったらどうなるんだろうって未来に対する不安で今動けなかったりするということでその感情をしっかりと自分の中で上手に対処して上手に表現して今を集中できるようにするということがまず一つですねでもう一つは問題を見つける力です 学校教育では、ね、問題を与えられてそれをひたすら早く解くとか、ね、たくさん解くということが求められている。ででも社会では 問題を見つけることが大事なんですよだって今ほとんど多くの人がねもう満たされてるじゃないですかもう冷蔵庫持ってるしクーラー持ってるし車持ってるもう多くの人が満たされて物に物も情報も溢れているこの状態で問題を見つけることが難しいんですねその問題を見つけてそのお客さんその大切な人が本当に悩んでいることを見つけてそれを解決する提案をすることができたらそれは喜ばれるしそれでビジネスになっていくということなんですだから問題を見つける力も大事だしその問題を 解決すすする力も大事ででよねとということですそれを自分で考えて自分で行動する自分で見つけて自分で問題を解き明かすということです。はい 以上でですす今日はちょっっと長かったですねあのやり抜こうっていうのはそもそもライフスキルが高い非認知能力が高いと言われているとそれどんな能力なのかっていうのは4つの非認知能力ライフスキルがありますと自分とつながる力自分とつながる力は自分の本音とつながりやればできると自分を信じそして自分のことを好きになる能力です、えー、2つ目は人とつながる力 え相手がどんなことを求めているのかしっかり本音を聞き出す力であったり自分が言いたいことを相手に伝わるように相手が喜んで「いいね」って言ってもらって喜んで行動できるように伝える力そしていろんな価値観を持っている人と、えー、コミュニケーションし合いながらチームを作っていく力です。 えー、そして3つ目は夢を実現する力自分はこんなことやりたいあんなことやりたいってこうミッションを描くということですね今のこうやるべきことのその先に何があるのかそこを描いて行動するということそしてそこのミッションと今やるべきことに線を作ってロードマップを作って計画を立てる力そしてその計画を一つ一つ行動によって、えー、行動によって計画を達成していく力ですね そして4つ目問題を解決する力そういろんな問題いろんな不安いろんな心配が出てくるけどその感情をコントロールする能力そして問題を見つけてその問題を解決する能力でございました。はいということでね、えー、今日はこれでおしまいなんですけど今日の動画少しでも参考になった勉強になった、えー、おかち頑張れマックス今日もいいねって応援してくださる方は、えー、高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです。えー、こののチャンネルでは子子育育ててを頑張るるおお父さんお母さんん母そして子供の教にに関わる方にも 向けて今回のようにやり抜く子を育てるための関わり方であったり考え方を紹介しています、えー、やり抜く子を育てたいと考えている方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあとね、えー、やり抜く子を育てるための無料 LINE 講座もやってます概要欄から、えー、チェックしてみてくださいはい以上ですジ・エンドそれではワンダフルな一日をお過ごしくださいありがとうございましたバイバーイ